こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、テントです。こてつと散歩に来たんですけど、まあそのね、今ちょっとこてつがあちこち見て遊んでるので、まあちょっと動画一つ撮ろうかなと思って撮ってます。今日は海の日です。7月、18ですね。月曜日の祝日です。本当は予定があったんですけどね、ちょっとキャンセルになったので、今日は休みです。久々に何もないぽっかりと空いた休みなんでね、こてつと、散歩に来たんですけども、まあ、その動画はね、別で撮ってますんで、また見てください。まあ、本当にこう公園なんですけど、ここはね、大仙公園って言ってね、仁徳天皇陵の近くの、公園です。博物館とかあったりとかね、してとてもいい公園なんでね、みんな来てほしいなとは思うんですけども、そこにね、ちょっとテント、まあワンタッチでね、くるってひねって、畳めるテントがありましたんで、そのテントを立てて喋ってます。昨日ね、17日は、プラチナ食堂に行ってきました。中村梨紗ちゃんがね、プラチナ食堂で、歌うということで見に行ったんですけど、まあ、その対バンがね、砂漠のラクダさんって言ってね、ハンダスナオさんっていう、プロのキーボードの、なんかドリカムとかのね、後ろでね、キーボードを弾いたりされてる方なんですけども、その方のね、ツアーの途中でね、プラチナ食堂さんでね、やるということで、その対バンに中丸ジェサちゃんということで、プラチナ食堂のね、オーナーのミカさんが、中村梨紗推しですので、いい人が回ってきたらね、声をかけてくれてるみたいなんで、俺も嬉しいなと思ってます。ほんで、見に行ってきたんですけどね、中村梨紗ちゃん、いつもの通りパワフルで、ちょっと気合がね、入ってるなっていう感じだったんで、すごいね、気合入れてやってました。まあ、改めて見ててもね、ギターも上手いしね、なかなかさすがだなと思います。歌にね、説得力があるんで、これはやっぱりね、何者にも変えがたい、いいところなんじゃないかなと思いました。ね、改めて思いました。まあ基本的に俺はあんまり、他のボーカルを褒めないんですけども。まあ中村梨紗ちゃん、グッとくるね、まさにボーカリストっていう感じなんで、いつもね、褒めてるんですけども。まあまたね、ぜひライブ、プラチナのね、電脳幻想夜会、また誘っておきましたんで、そのうち出演してくれるかなと思いますんで、お楽しみに。ほんで、そのハンダスナオさんのね、バンドなんですけども、バンドというかユニットですね、女性ボーカルの方でね、あと、ピアノと、そういう形でね、弾き語りというか、ハンダスナオさんがピアノを弾いて、ボーカルの方が歌うという、そういうスタイルでした。CD もね、買って帰りましたんで、またゆっくりね、聞きたいなと思ってるんですけどね。楽曲はね、すごい、ポップスですね。ジャンルで言うと多分ポップスになると思うんですけど、とても心地のいいメロディーにね、歌詞が面白いです。面白い。すごい、面白いなって思ったタイトルは、夏の第三角関係とかね、第三角形じゃなくて、なんか三角関係の歌なんですけど、夏の第三角形とかね、とても、いい歌が、されてました。やっぱりね、プロの、キーボーディスト、ピアニストさんなんで、もう抜群にうまいですね。で、やっぱり思ったのが、こう、ステージもそうなんですけど、ステージ以外のところでもね、こう、全然変わらないって。ステージであろうが、普段であろうが、多分同じ、なんていうんですかね、同じ流れでというか、同じノリでというか、だからその演奏するということが、もう本当に日常の一部になってはるなというのは分かりました。喋ったりね、するのと同じようにピアノを弾くという、そんな感じですかね。やっぱり技術もそうですけども、ノリが、こう、感情豊かな、やっぱりピアノもギターもそうですけど、弾き手によってどんだけ感情が表されるかっていうのはね、変わると思うんですが、とても素晴らしかったです。
またね、来られるときはね、見に行きたいなと思ってます。それでちょっとここからは告知なんですが、半田素直さんが、バンドを組んでおられて、というかね、ボーカル、竹内愛さんという方が、いらっしゃるんですけど、まだお会いしたことはないんですけども、来週、再来週30日、7月30日、プラチナ食堂さんでね、対バンします。弾き語りでね、回っておられるということなんで、俺も弾き語りでやるんですけども、まあ、その竹内愛さんっていう方がね、アイバンドという名前で、半田素直さんとかね、あと他のメンバーがすごいです。ドラムがソウルトールさんと、ベースがバーベキュー浅田さんという、もうすごいですね。特に俺世代ではもうバーベキュー浅田さん、もう爆風スランプですから、とてもすごい、面々で、されているという、まあそういう方と対バンするので、俺も非常にね楽しみです。なんていうんですかね、昨日の半田さんの、ステージを見て思ったんですけど、やっぱり息を吸うように歌を歌うそういうところを目指していきたいなと、改めて思いましたんで、まあ自然体で力まず、ライブをねやっていきたいなと思いますので、ぜひね7月30日、プラチナ食堂さんにね、皆さん見に来てください。詳細は、オフィシャルページに載ってますので、そちらでチェックしてください。ということで、ライブを見てきましたというお話でした。それではバイバイ。